どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク最強降臨クロナ討伐クエストの S に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。金木会議ですね。このクエスト S なんですけど、毎回武器耐久値を削るには有利属性で攻撃しなければいけないということなんですが、金木くん、はい、実装されている金木くん、草タイプのやつがいません。もしかしたら SR とかにいるのかもしれないけど、とりあえず今連れてきてる、フェスゲンとか、スペシャルさんの金木だけを集めてきたんですけど、とりあえずいないと。誕生日も入ってるのかな。誕生日に関しては不利属性だから多分一発で飛びそうな気がするんだけど。希望を見出したら、なんで特攻ついてんの？クインクスピックアップか。そう、今クインクスのリバイバルが来てて、リバイバルっていうか、クインクスのみ、フェスゲンのクインクスのみが1体確定で当たるよっていうインボクエストが来てて、それのあれで特攻はついてんのか。なら、こいつにちょっと希望を見出してやっていこうかなと思います。で、クロナが水属性なんで、こいつのあれですね、この草キラーですね、人属性キラーが効いてくるんじゃないかなと思います。ただ相手避けるんですよね。そこをどう、やりくりしていくかっていうのが大事なんじゃないかなと思います。では行きましょう。ダメなあんただ、死ね。とりあえず避けるんで、相手が避けるから、もう2周年金木火力とかどうでもいいや。たまらない可能性があるんでね、スキルか。そもそもとりあえず覚醒して、こいつでまず相手の攻撃力を下げる、なんとしてでも。普通にいけると思うわ。こいつはたまりやすいし、永久覚醒してたらたまりやすいから、とりあえず死神をまず避けさせように。こっちも避けるからなめんなよ。こっちも、おいおい、ほらほら、避けた。避けるとね、コンボ数たまんねえしみたいな。で、まずデバフをかけて攻撃力下げていく。避ける、避ける。 30% だよね。 30% っていう認識いいんだよね。このフェスゲンの水系のカニキ、別のすればよかったな。どうせ武器耐久値削れないんで、駆逐でお願いします。で、こいつの回避とガード 30% アップして、とりあえず1ターン目終わりですね。とりあえずね、死神は死ぬことはないかな。防御上がってるし、相手の攻撃力落ちてるし、あいつが変なことしてこなければ。永久に 1.5倍、流血か。防御力下げられたんだが、ガードしていく。1しか食らわない。これいけそうな。さっき振り属性のみで言ったら負けたんでね、普通に10分の1も削れずに負けたわ。とりあえずあれだな、暴走メンターに回していくか。多分あいつが火力出してくれると思うんだよ。僕だ。てか、ハイセイのフェスゲン、暴走メンターだけだっけ。なんかもっと別のハイセイのフェスゲン来てくれないかな、そろそろ。普通にあれだわ、相手に避けられるからコンボ数のあれミスるんだけど。とりあえずこのターンはこれでいいかな。なんか変なでけえ攻撃してこない限り多分いけると思う。でも金木会議だから、ささこ入れてればなんかな、どうにでもなったような気もするけど。火力を上げて、アタックポイント上げて、あと回復系のキャラがなんか金木系で来てくれれば、なかなかバランス取れた、案外その金木統一パーティーって案外バランス取れたパーティー構成になるんじゃないかなって思いますね。何気僕だ。主人公なんだし、そろそろね。てか死神久しぶりに使ったけど、やっぱかっけえな。
お返しです。 OK。 そういやアマプラに、アマゾンプライムに東京グル RE も全話追加されて、昨日は久しぶりに見てたな。やっぱ1話のクオリティはまあ普通に高いよね。ただちょっと2話以降が冒頭の戦闘以外なんかって感じになっちゃってっていう感じですね。1話はすごく良かったと思います、東京グル RE。 はい、ということで、今回は最強降臨来るな討伐クエスト金木会議、久しぶりに金木会議で、挑戦しました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。